さてでは、えー、三浦梅園の謎を解くこのページが出てきます一番下まで行ってこれをクリックするとテキストデータベースが出てきますで三浦梅園のスタンダード研究を決定数の中にいま、えー、だに重宝している広角版言語これから、えー、前回検索用キーワードとして 家、えー、これはまあ辞書登録していてください。この中のごは辞書登録すると良いですね、19出てくる。そうするとですね、家、え、宝、ーまあ、書生において没という、えーと、これはあの、 男女の対であの説明しましたけど時空間でも過去と未来とかね時間と空間の対過去と未来の対光と闇の対生まれることと死ぬことの対育つことと老いることの対全部ペアです。こうして、えー そしてここを見ましょうか今回は家宝と命名少々ですね、まあ、以前にもあのご説明したんですけども、まあ、家宝を没すればすなわち命名示さず、えー、どういうことかと言いますと前回取り上げた写真がこれでしたね人間という男性性女性性それからあの これは性、陰、陽ですから、あの性というのはキャラクターですねベ、ベースキャラクターだから、これは人間がベースキャラクターなんです。人間性といった方が分かりやすいかもしれません。上にあるわけですね。で男性性、女性性と分かれる。で、この性が下の陰と陽ううに分かれた場合、これをあの、 陰体、陽体っていうんですで性1対2っていうのはこのこことなんですねでこれに実際にはその仏がないとですねこういうふうに肉体できませんので仏体したがってまあ一応女性を陰にしましょうか陰物体陽物体としてこういうふうに出てくるわけですね。人間という人間が出てくることはあのまずないです。 それは生物という生物が出てくることはまずない動植いずれかに分かれる、えー、そういうことをそれでその人間性という,こう超越的な存在は過保を没するので命名示さず命名とのは見えないということです見えないんです上流を律すればすなわち少々よく照らすこれ照らすですねはっきりわかりますねそういうことを言っているで命名 で今度はですね、命名と少々で検索するとまた面白いんです。こうやってあの言語を研究しないとまず読めません。あの理は命の知を得て、しかして少燥を施す。これは命名の,の知というのは認識不可能なあの世界、認識される以前の世界を命名の知と言ってるんです。しかして少燥を施す。これ少々というのは まあ明かりを灯してその暗闇を照らすようなことを少々っていうんですねであの理というのは道理とかまあその数学や物理みんなそうなんです全部理です命名の知を得てしかして少々を施すつまり暗闇がないと照らせませんよね最初から明るいってことはないんですで はってうのこの「子」というのは目に見えない原因体のことを言うんですねだから「命名の子」という言葉もよく使われます「少々の仏を得てしかして命名を施す」「原因体」というのはあの仏を得て命名を伏、まあ、す敷くということですねあの要するにこの言い回しはなかなか大変なんですけどもあの難しいんだけれども メ名と言ったら認識される以前の存在あるいは認識の人間の認識や観測を超えた存在のことを全てメ名と言いますしたがって例えば我々の,あの例えば10代前のご先祖とかになるとまずわからないでしょうしかしいたんですよ間違いなくそういうのもメ名と言いますそれはもう分かりませんお寺台帳で名前を知ることはできるかもしれません しかし、千年前でも、一万年前でも、ご先祖いたんですよ。そういうのは、もう、めいの世界に入っていったんですね。あのだから、まあどうとも言うんですけど、めいって別にあの世じゃなくて、現実のこの世のことじゃないかなと思ったりもします。だ見えていないだけなんですよ。それは、千年後の子孫だって、多分いるでしょうね。DNA はどこかに、どこかに残っていくんですよ。それが、まあ、めいめいなんですね。 あのそれに対して現在生きている我々は現在の我々が生きている範囲であの認識や観測ができますよね観察とかそれは少々を持って見ているだけのことなんです命名の知を少々を持って見ているだけだから世界全体はあの認識不可能ほとんど認識できないんですよただ我々はかかすに覗いていてる あの小さな節穴から世界を見ているに過ぎないということを書いておりますそれが命名と少々の対で、まあ一言で言うと認識可能性と認識不可能性の対がありますよということですでこの対は絶対になくならないしたがってどんなに自然科学,科学が発達してもそれはなくならないんです認識不可能な世界認識を超越した世界はあるし それがなくなって全て認識し尽くすことは人間である限りはできないそういうことをまあ対にしてるんですよね。少々ありなり命名は来なり少々はあの事物を明らかにする道理である論理である物理である。 えー、命名はこうなりというのは認識不可能な原因体であるとそういうことをね一生懸命書いているんですよそれで17番中の12まで来ましたねこうやって読んでいくんです何をもってか、はい、いずれですねいずれをもってかあのこのごとくあるいは過去のごとく命名たる一過法を没す さっきのこれで1は、ね、家宝を募集してるから人間性の全体ってわからないでしょうその善人もいれば悪人もいるしですね、まあ、悪人というと悪いかもしれないですねまあ、たまたまそういう演技をする人がいるんですよそれはあの本当に悪いのかどうかってわからないんですよあの人間というものがいるあの 命名はこななりりですねで少々ありなりこうはっきりしているあの普通の人普通でない人いい人まあちょっと意地悪い人とか、まあ、歴史的にはヒトラーとかスターリンとか悪人になってますが日本国の東を英樹さん悪人になってますけど、まあ、一応そうなってるんで調べれば調べるほど何があのヒトラーが悪人だったかどうかが分からなくなる 時代を象徴していたんですね。時代の中心であったということで、じゃあ中心学なのかというと、それはそうは言えないですよね。あのー、そういうものなんです。たまたまそういうふうな演技をした,というしした人だったということですね。そういう役割を仰せつかったんですよ。命名は身勝し、少々は知りやすし、どんなに難しく たって数学はまあ頭のいい人は分かってますもん私は分かりませんけどただし例えば無限論みたいに無限というものの果てが見えるかというと見えないでしょカントールの無限論とかがそうですよね加算無限この加算無限を超えたあれは何ていうんだったっけ実無限というかあの実数の数がねあの実数の濃度 ああの対角線論法で調べると出てきます実数の方が数が多いんですよまた多くないと困るんですね数直線の上にあの隙間ができますからでこういうふうにして知らざる者ものはもって命名となす知るものはもって少々となすこういうふうに非を命名に比すればそのうち命という まあここは暗いという意味ですよね。これを少々に比すればすなわち暗という。これはあのあの人間の知性や感性に関してもこういうことは言えるんですよね。私は音感があまり良くないんで絶対音感とかは分かりませんけどこれ分かる人は分かるんですよね。でこういうことであの理なるものは少々、少々明らかにするものをすべて理,理と言います。明らかにできないものをすべて子と言います。 この対は絶対になくならない。もうこっちがリンならこっちがこうなんですね。その統合したものなんてわかるはずがないんです。やっぱそっちもあのこあごめんなさい今間違えた。こっちがリこっちがあの陽のリとそれはこっちが陰のリなんです。基本こうなりますよ。基本構造ですよ。いろんな事情がありますからあのきっちり絶対にこうなるというわけじゃないんです。 大体こうなるということです基本的にこうなるでこの上に命名たる原因体としての人間というものがいるでこれもいつから始まったのかというと200万年ぐらい前に始まったとか言われてるでしょうでこれからさらに進化していくんですよ1万年2万年と続きますからねそ地球原生人類なんて古代人になってしまいますよ そうするとこの上の人間というものがどんなものなのかってわからないでしょう。これはもうまあそれ大体そういうことなんです。ですからこういう字がもし分からなければですね、膀骨なんですけど、これ、まあ、もろんここでこう検索するとあ3個出るな、膀骨を失うがことといえどもって、膀骨ってなんだろうと思ったら、あのここにですねこ検索ボックスに入れるわけです。考えるよりググル だから中国の宗主が使ってるんですよ、坊骨。というバイは宗主よく読んでたんですよね。坊骨を失うが今年、もうトランスに入って分からんちいうことなんですよね。まあ現の元の律元妓はまさに坊骨です。では、これで終わります。